じゃ。こんにちは、豊さん。はい。はい、ついに、はい、決勝戦の相手決まりました。アメリカ、ね。これは予想していた通りですか？まあでも韓国もいいチームだからね。うん、だからそれはやってみなきゃわからなかったけど、はい、まあ力的にはアメリカの方があったかなっていうような、まあ感じは受けてたんだよね、はい。日本戦を両方見たけどもね。はい。まあだけど、まあアメリカに決まったということ、はい、銀メダルをかけてね。決勝戦が行われますね。そうそう。そうすると、うん、今回また豊かなミーティング、はい、決勝戦アメリカ戦に向けて、うん、ちょっと今日の韓国との試合を見ての、うん、そうそうそう、韓国の試合を見てたんだけどさ、うん、やっぱまず、まあ4項目あって、はい、1つはやっぱり抜け目のない走塁が目立つね、うん、これ先制点の場面なんだけど、はい、ツーアウトから盗塁をし、うん、次のボールをセンター前を打ち、はい、ランナーが帰ってくると、うん、そのボールの返球の高さを見てバッターランナーがセカンドを伺うんだよね、はい、でキャッチャーの起点でランダムプレーに持ち込むんだけど、はい、だけど、それをすり抜けてセカンドまで行くの。でもセカンドベースに誰もいなくてさ、はい、三塁手がベースカバーに走ったところを、はい、逆手に取ってサードに走ったの、うん、まあ、結局タッチをされててアウトにはなったんだけど、はい、だからそういう抜け目のない走塁をやってくるということ、うんうんうん、で日本がやっぱり気をつけなきゃいけないことはこう返球はやっぱカットマンで一人で投げたいんだったらカットマンの高さに投げなきゃダメ、うん、じゃないとバッターランナーがどんどん前にを狙ってるから余分な塁を与えてしまうということなんだよ、うん、だからここら辺はやっぱりちょっと気をつけててほしいな。抜け目のない走塁ね、はい、だからカットマンの高さに返球するか敬意をするか、はい、まあどっちかにしてほしいと思うよね。うん、口頭だけはやめといてほしい。なるほど、山並みの病院みたいな。そう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 。まあこれは一つの注意点。はい。ね。で2番目。継投、四死球の後の初球には注意。まあ今日もあったんだけど、うん、やっぱピッチャー変わった変わりっぱなっていうのはとにかく初球振ってくるわ。うん、で変わって初球タイムリーとかさ、だからやっぱ系統もそうだし四球もそうだし、うん、まあこれは常に言われてることなんだけどね、バッターは、はい、初球を狙えって言われてることなんだけども、より安全なボールで入るということ、まあそういうことがやっぱり要求されるな。まあ初球からボールを投げればいいかって言ったらそういう問題ではない、うんうん、やっぱり初球のストライクを取りに行くボールにやっぱ注意をしてほしいなって思うよね。なるほど、うん、まあそういうところがこう抜かりなくやってくるよっていうことですね。やってくるんだよ。で奇襲攻撃に警戒で、アメリカのチームってさ、うん、まあ打つだけとかそういうイメージがあるかもわからないけども、今日なんかはセーフティーバント2回試みてんだよね、うん、違うバッターが、はい、でそれも先頭バッターとかで、だからその内野の守備体系、守備位置、そういうものは要警戒だよ、これは、うんうん、だからアメリカは打ってくるというイメージだけではなくて、はい、やっぱりなんていうの、やっぱやりそうな人間に対してはやっぱチャージを早めにかけとくとかそういうこともしなきゃいけないし、うん、まあそこら辺で塁を出すとややこしいことになる、うん、そういうやる人っていうのは足もあるバッターがやるからね、はい、だからちょっと警戒しててほしいのと、はい、この前の韓国戦で、うん、守備体系という意味では同点だったかな、うん、の時に山田が満塁から走者一掃する前に村上が三塁線を抜かれてるんだよ、同点の時点で、はい、あれツーアウトだったからよかったけど、うん、やっぱり同点の時って終盤になったらやっぱラインは詰めといた方がいい、うん、うん、だからそういう守備位置も含めてちょっと気をつけてほしいなっていうふうに思うよね、うん、なるほど、うん、それで4つ目、はい、カサスとフィリアの弱点、これはね韓国戦を見てて、はい、もう明らかに分かったことがあってさ、はい、で、はい、2人とも左打者ですか？2人とも左打者、はい、韓国が系統に出た時に、うん、やっぱこの2人カサスとフィリアに左ピッチャーを当てたんだよ、うん、はい、そしたらカサスはやっぱ少しかかと体重になるね、うん、うん、だから左ピッチャーは苦手なんだわ、はい、でこれだけの素質がある素晴らしい選手なんだけど、うんうん、やっぱ日本アメリカに残ってない、メジャーに残ってないっていうことは、はい、何かしらのやっぱり弱点があるんだよ、うんうん、その弱点が今日すごく分かったことがあって、はい、左ピッチャーの外寄りのここら辺のボールは弱い、はい、
ただし2人とも、はい、ただしから内側っていうのは打ってくる、こっちは打ってくる、こっちはね見てくる。だからこの冒険は禁物って書いてるのは、はい、内側も見せとかなきゃいけないっていう風に考えて、はいはい、これが甘くなった時は怖いよ。だからここ一辺倒でいい、ここの出し入れ、ここにスライダー追い込んでからのスライダーを振ってくる、うんうんうん、でまっすぐで取ったりスライダーでここの出し入れでいい。じゃあもう内側っていうのは、内側はね、だから冒険して万が一甘くなった時にはあの痛い目食らうかもわかんないから、このここを中心に出し入れだけでいい。そしたらアメリカの打線は寸断される。うーん、でカサスとフィリアっていうのは、今日はカサスが3番、はい、フィリアが5番打ってたからね。なるほど、うん、だからここら辺を寸断すると日本は優位に働くということ。なるほど、なんかこうね、あのオーダーというか打順なんかも細かくこう変えてきてる、変えてきてるっていうのは、日本戦って日本戦でやった時よりも1番バッターが6番打ったりだとか、2番が1番に上がったりだとか、あのそういう風な流れを良くしよう、そうですね、なんとかこう流れるようにしようっていう努力はね、アメリカはしてきてる。ということは、うん、よりつながりを重視した打順を組んでるということは、うん、どこかでこう切るところがないとっていう。そうそうそう、まあ韓国戦ではさ、はい、キャッチャーで4番の、うん、はいはい、中心人物を4連続三振取ったじゃない、はい、あそこで寸断された、寸断したから勝てたけどね、はい、で要注意人物、はい、今回の、今回はねアメリカの要注意人物ですね、はい、はいはい、こうなってます。やっぱオースティンだね、はい、やっぱ当たってるわ、はい、そう、今日の打順ですね、今日の打順2番、はい、6番9番で、今日オースティンが2番ね DH で入ったんだけど、はい、1、2打席連続三振だったの、全く合わなかったの。あ、オースティンの調子が落ちたかなと思ったら、やっぱチャンスで打つわ。うん、でやっぱ怖い。で6番のウエストブルック、これ前回1番打ったバッターなんだけど、はい、6番に入ったらなんか生き生きしてるね。いやいや本当に。じゃあやっぱりね、打順でやっぱり1番はあまり得意ではなかった、合わなかったのかもわかんないね。うん、で9番ロペス、はい、これ新しく入ったセンターに入った選手なんだけど、うん、このバッターも当たってる。うん、ということはやっぱ前回も言ったようにアメリカ戦の、はい、やっぱ下位から上がってくるオースティンに回すと厄介なことになる。うん、だから気をつけた方がいい。今日でも韓国が打ち崩したのは下位からオースティンがセンター前打って2打点上げてるんだよ。うんうん、だからそういうことにならないようにしてほしいということ、はい、それと投手ではゴース、ロバートソン、うん、この前回も投げたんだけどさ、日本戦に、はい、うん、この2人からあんまり打ててないんだよね。うん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 、でやっぱこう決勝戦ともなるとさ、一方的になるっていうことは想像できないわけ、はい、やっぱ接戦になると思ってるわけ、うん、そしたら先発ピッチャーよりもやっぱこのピッチャーたちを打ち崩さないとダメだということね、うんうん、だからこのピッチャーに対しての対策、それを十分に考えてほしいなっていうふうに思う。うんうんうん、で日本の系統は岩崎と大野が鍵、はい、これはなぜかというとここにカサスとフィリアの弱点って書いてある、はい、これは左ピッチャー2人入ってる、うん、この2枚の系統が俺は鍵を握ってくるんじゃないかと思ってる。やっぱ打線をどっかで寸断しなきゃいけない。やっぱ寸断の仕方っていうふうに考えると、やっぱ左を左で抑え込むっていうのが一番安全で、うん、より確実かなっていうふうに思ってるから、はい、だからこの2人が決勝戦では鍵を握るということね。はい、はいはい、でということで、まとめますと、まとめますと、ついに決勝戦、はい、来ました、はい、ね、日本対アメリカ、はい、まあ予想先発なんだけど、うん、森下、はい、マルティネス、はい、で森下は立ち上がりさえ気をつけてくれれば、うん、多分ある程度のところまで投げ切れると思う。でマルティネスは調子が良かったら序盤は打てないということ。でもやっぱ緊張感のある独特なやっぱ決勝戦だと思うんだよ、はい、そうなってくるとやっぱ立ち上がりが勝負だね。一つのポイント、両投手とも、両投手、はい、投手ともね、はい、ね、悲願の金メダルまであと1勝来ましたね。ここまでここまでやっと来たな、はい、頑張ってって書いてある、はい、いや本当に、でもよく
本当にね、劇的な戦い方をやっぱ侍ジャパンは見せてくれてるしね、はい、でアメリカなんか今日ね、韓国戦で勝って泣いてた、うん、泣いてた思いっていうのはやっぱやっと決勝まで来れたっていう、やっと、ま、メダルが確定したという、はい、なんかそういう思いも込めて戦ってくると思うし、うん、はい、もう悲願の金メダルまであと一勝なんだからね、侍ジャパン、もう、うん、この時がっていう来たね、うん、やっぱ十分ここまで感動をもらってるけど、うん、本当に選手たちを褒めてやりたいけど、うん、あと一生頑張ってくれと、うん、だからもう全力で悔いのない戦いをね、やってほしいなっていうふうに思います、はい、それまでにはまああの日にはないですけど準備をしっかりして、うん、本当だね、はい、いい準備をね、はい、して、いい決勝戦にしてください、はい、応援してます、はい。